はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではラグランジュポイント、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、セラミシティに通じる地下道を通りまして、このセラミシティまでね、まあ、やってきたんですけれども、まあその途中でね、オレギの襲撃に遭いまして、タム君がね、まあ死んでしまったという、まあ、ちょっとねショッキングな出来事があったところで、前回は終了したんですけれども、当面の目的はね、サテライトベースに行かないといけないんですけれども、このポートからね、まあ行くんですが、今回はこの先の方に行ってみたいと思います。到着ですね。あ、人いますね。ポートはこの通路の先であるぞ。敵が潜んでいるやもしれん。気をつけてな。了解です。まあ、敵が潜んでるって言っておりましたけれど、まあ、ここでね、またやつと戦うんですが、この辺かな。証拠りもなく、また来やがったな。だが、ここは通さんぞ。ということで、3回目のオレギ登場ですね。あ、全員メラメラしてますね。まあ戦っていきましょうか。クリスはまあとりあえず攻撃かな。でアストロはまあ決め技のボンバーを使いましょう。タムの仇と、あ、かわしてますね攻撃。オレギはどのぐらいダメージ受けるのかな。300、400ぐらい、400、約50、全体攻撃で400ぐらいのダメージっていうのはでかいですね。デニス、とりあえずアストロを回復しましょうか。でクリスもとりあえず攻撃、アストロも攻撃かな。いや、敵の方が早いな。わずか2ターンで1000ぐらいね、ダメージ持ってかれますからね。まあ、前回はね、オレギ撃退だったんですが、まあ、今回はね、完全に仕留めないといけないんですが、結構大変なんですよね。ヒットポイントをちょっと削られてますね。まあ、ジンは戦う。まあ、デリスも戦うかな。回復アイテムなんかあります?カロリー2000が結構ありますね。まあ、買っといたんですけどね。まあ、クリス、このターンは戦いましょうか。アストロも攻撃かな。うん、当たりましたね。31のダメージですからね。でまた全体攻撃が来ると、ちょっと次のターンは回復した方がいいかな。とりあえずジンは攻撃かな。でデニスはジンを回復で、クリスとアストロはカロリー2000で自分を回復かな。こんな感じ。あ、ボンバーの効果消えちゃいましたね。もう一回かけないとダメかな。まあ、できれば攻撃を食らってから回復してもらいたいんですが、なかなかねやっぱりうまくはいかないですよね。いや、攻撃痛いな。ジンはこのターンでちょっと自分を回復しましょうか。でデニスも自分を回復して、アイテム特に持ってないんですよね。まあ戦ってアストロはボンバーかな。まあ、誰かしら
死者が出ちゃうかもしれませんが、まあ、なんとかね、オレギ、まあ、タムの仇ですからね、倒しましょう。いや、攻撃痛いな。それで、じゃあジンは攻撃、デニスも攻撃、クリスも攻撃しましょうか。あ、デニスはアストロを回復しましょうか。決め技使うとね、やっぱり体力なくなっちゃいますからね。ちょっとクリスが危ないかな。あっつちょっと部屋が熱いです攻撃も痛いですけどね。まあでもセラミシティでね、ある程度こう防御というか、まあ、防具はね、買い揃えてあるんで、まあ、多少なりともダメージは抑えられてるのかな。アストロがおろおろしちゃってるんで、ちょっと励ましますか。デニスは攻撃しましょう。で、クリスも攻撃かな。で、アストロも攻撃しましょう。油断したらあかんでーと森田も後ろの方からなんかバックアップしてますが、実際戦闘には参加してくれないんですよね。29のダメージ、うん、なかなか厳しいな。そろそろデニスを回復かな。あ、それよりクリスとアストロの方が危ないな。デニスを回復で、デニスはジーンを回復して、で、あとはカロリー2000で自分たちを回復しましょうか。カロリー2000があと5個ぐらい。ボンバー消えちゃいましたね。またかけ直しですね。うん、できればダメージを食らってから回復したいですよね。まあ、置き回復っていうんでしょうかね。まあ、それでも結構厳しいですよね。よし、だいぶ持ち直したかな。デニスも戦いましょう。で、アストロはボンバー、頑張れ。うん、できればボンバー炸裂してから攻撃してほしいですねなかなか思うようにはいかないですよね。アストロもデニスもやばいな。このターンはちょっと回復に回しましょうか。自分を回復、デニスも自分を回復で、クリスはまあ一応攻撃、そうですね、アストロ、うん、アストロも戦い、あ、そっか、一応ボンバーかな。ボンバーの効果が切れないように戦っていかないとね、なかなか勝てないですからね。うん、まあ、これでアストロの体力が相当削られてしまいましたので、このターンでちょっと回復しましょうか。間に合うかな。デニスはクリスを回復で、クリスはそうですね、ジンのバッテリー回復させましょうか。あ、でも1400か、もうちょい大丈夫かな。そしたら回復かな。
アストロがちょっと危ないんですよね。どっちにしろアストロが危ないので重ねがけって感じかな。ちょっともったいないかな。うん、どうしよう。一応アストロに回復回しますか。なんとかなったかな。いや、痛いな。お、なんかダメージがちょっと低いかな。あ、でも454、厳しいな。これでクリスもちょこっと回復したんで、そうですね、ここはジンは回復ですね。回復2で、デニスは自分を回復して、でクリスはこのターンでじゃあバッテリー使いますか。ジン、んー、アストロはまあ戦うかな。ジンの HP 回復2でバッテリー300ぐらいね使っちゃうんで、ちょっとね燃費が良くないんですよね。まあ、デリスの HP 回復1ならば、100ぐらいね、消費で済むんですが、バッテリー OK、 回復がちょっと追いついてないですね。このターンもちょっと回復かな。励ましい、デニスを回復、クリスもこのターンは、攻撃しましょう。アストロも攻撃かな。あ、ボンバー消えちゃいましたね。タイミングがあんまり良くないな。1ターンか2ターンぐらいでボンバーの効果消えちゃうんでしょうかね。わ、アストロ大ダメージ、相当厳しいな。そうですね、まあこのターンは回復に回さないと危ないかな。デニスも自分を回復で、クリスはカロリー2000をアストロで、アストロはボンバー。ちょっとクリスがね危なっかしいですが、まあなんとか1ターンぐらいは耐えてくれるでしょう。頑張ってくれ。このターンは、まあ、ジンは攻撃、デニスも攻撃で、クリスはちょっと自分で回復してもらえますか。アストロも攻撃かな。ぶっ飛ばさんかいと煽ってますね。いや、しかし強いな。普通に初見でやってレベル上げとかをねそんなにしないでここまで来ると相当厳しいんですよね。まあジンは戦うでいいかな。でデニスは自分、ん、いや、ここはデニスは攻撃してクリスの回復でデニス、こんな感じかな。アストロはもう一回ボンバー使いますか。ボンバー使った後に攻撃食らうと1000ぐらいダメージ持ってかれちゃうんでしょうかね。なかなか厳しい戦いが続きます。お、クリスがパニクっちゃったかな。いや、これは参ったな。とりあえず、アストロ回復、デニスは
陣を回復。あ、もうカロリー2000がなくなっちゃいましたね。大丈夫かな、アストロ。しっかりにはダメか。陣の励まし使わないときついかな。うん、とりあえずアストロは回復かな。クリスが大ダメージもらっちゃうかな。410か。押されてきてますね。とりあえず回復を優先かな。でバッテリーもそろそろなくなりつつありますが、あ、そっか、感情をコントロールするステロイド、あ、ステロイドありますね。クリス、これでなんとか持ち直すかな。ステロイドって確か見せ売りになかったと思うんですよね。いや、痛いな。なんとか頑張ってくれ。回復しましょう。とりあえずここは自分を回復しましょうか。でデニスも自分を回復で、またクリスがパニックってますね。うん、困ったな。まあアストロ戦うしかないか。あ、ボンバー消えちゃいましたね。これでまたクリスが危なっかしくなっちゃうかな。いや、強い。クリスを回復、自分を回復で、アストロはちょっとジンのバッテリーを回復かな。これで青くなります。うん、ちょっと押されてますね。倒せるのかな。そうですね、まあ、回復優先かな。デニス、アストロ、そうですよね、もうステロイドも切れちゃいましたね。あ、ちょっとアストロがやばいぞ。いや、なんとかこのターン耐えてもらいたいな。逃げるのも作戦やーと言ってますが、逃げらんないんですよね。あんまり持ち直してないな。回復2をアストロ、回復1をジンで、ちょっとクリスは我慢してもらいましょう。ちょっとクリスが危ないですが、まあもうパニックってますからね、攻撃にも参加できないんで、ここはちょっと我慢ですね。アストロを回復で、デニスは
まあ一応クリス回復かな。決め技使えるかな。あ、使えた。これで攻撃食らっちゃったらちょっと危ないですが、ちょっとアストロ危ないかな。いや、痛い。ん、まだ大丈夫かな。だいぶ押されてますね。回復しましょうか。で、バッテリーもそろそろないな。一応デニス、うん、ちょっとクリスとアストロやられちゃうかもしれないですね。いや、頑張れ。どうなる？回復が追いつかないな。ここはジン戦いましょうか。とりあえずアストロ回復。それで、まあ、戦うしかないか。いや、厳しいな。まあ、これでクリスとアストロは沈んじゃうかな。うん、気絶ですね。ああ、まあ一応持ち直しましたが。うん、ジンは自分を回復。あんまり回復しても意味ないな。全員攻撃しましょうか。これでどうなる？クリスが気絶しちゃうかな？うん、まあそうなりますよね。まあ気絶だけならば、まだね、ヒットポイント1で生き残れるんですけれど、厳しいな。デニス、デニス回復しましょうか。うん、ちょっとクリスとアストロは無理かな。ジンがやられちゃうとね、ゲームオーバーなんで、それだけ気をつければ。あ、戦闘不能。厳しいな。回復、一応アストロ回復。アストロ無理か。うん、戦闘不能ですよね。もう攻撃していくしかないな。あ、決め技じゃない。デニス一応回復。うん、まあ一応持ち直したかな。1ターンぐらいは耐えてくれるかな。バッテリーだな。バッテリーをジン。あ、いけた。倒しましたね。約20分ぐらいの戦闘でしたね。経験値2000。あんまり嬉しくないな。驚いたか、ジン。これがこのオレギ様の生身の姿さ。俺もかつてはプレジデント5と呼ばれた異質のリーダーの一人だった。俺たちは間違ってはいない。異質を、そして地球を救えるのはバイオカイザー様だけだ。バイオカイザー様万歳。オレギは息を引き取った。と、いや、強敵でしたね。まあオレギ倒しましたが、ちょっとね、犠牲者いっぱい出ちゃいましたね。
こちらランド2ポテトタウン、ポテト部隊のスコットだ。バイオ軍のデータを手に入れた。ポテトディスクに記録してある。なるほど。こちらランド2コーンベース、サイボーグ部隊のウルフだ。敵の情報を手に入れた。コーンディスクにインプットした。うん。こちらランド2オレンジキャンプ、敵の本拠地バイオの楽園のデータを手に入れました。オレンジディスクに収めます。うん、まあ、他の部隊もね、まあ、同時進行で頑張ってるわけですね。とりあえずベスタ1に行って、あのなんか端末がね使えるカードを手に入れないといけないんですけれど、その前に、まあ、クリスとかね、アストロ直してあげたいですね。ベスタ1は医療施設ってありましたっけ？このポートが使えるようになったのよ。ここに来るのにまた宇宙服を着ると思ってうんざりしなかった？うん、まあ、ちょっとねドキドキもんでしたが、もうその必要なしよと。ランド2に行くの？気をつけてね。オレンジキャンプに行くにはミュー翻訳機が必要よ。うん、もう知ってた？いえ、忘れてました。僕の名前はケンジ。これでもレジスタンスの戦士だぜ。ランド2に行くのかい？はい。コーンエリアは一番危険だよ。十分に装備をしていけよな。了解です。いや、僕はタクヤだよ。サテライトベースには行ってみたかい？武器の合体をしてくれるんだよ。うん、そうなんですよね。レジスタンス戦士のホリーはフリーズガンと音波銃をソーラーガンにしてもらったそうだよ。なるほど。ここが師匠の家かな。一室の3つのコロニーの中で敵の攻撃を受けていないのはサテライトベースだけになってしまったのよ。うん、バイオ軍は道路やポートばかり攻撃してくるの、気をつけてね。了解です。開いた。よく来てくれた。パスカードは用意しておいたよ。これでセーブ端末も使えるはずだ。パスカードを手に入れた。と、気をつけて。危なくなったらサテライトベースで装備を立て直すんだ。いいね。はい。まあ、こんな偉そうにしてますけれど、市民を置いてね、一人で逃げちゃった市長ですね。前に来た時とちょっとセリフ変わってると思うんですけれど、ランド1のエンゼル部隊というのをご存知ありませんか？友達の三代がいるはずなんです。あ、そうですか。私はレイコと言います。もし三代に会ったら、レイコが心配していたと伝えてください。はい。伝えましょう。本当に三つ寄ったらメラメラ姉さんなんだから。まあ、ちょっと言ってることはよくわかんないですが、この少年は握りっぺどう臭い？こんなセリフを言うためにここにいたのか。この人は覚えてる？私ユキナよ。ランド2に行くの？ポテトエリアのポートの近くにカズっていう名前のキュートなボーイがいるはずよ。私の彼なの、訪ねてみてね。うん、まあいずれ行きましょうか。これはオレギ戦のお金かな。まずは治療ですね。クリス、はい。あとはアストロ、はい。で、止まりましょう。いや、今回オレギ戦だけで終わっちゃいそうかな。そしたらですね、じゃあサテライトベースまで行きますかね。うん、サテライトベースに行って終了しましょうかね。まあ、さっきのベスト1でもいいんですけれども、
まあ、次始めるときにね、多分こっちの方が楽だと思いますので、うん。サテライトベース、まあ、初めてね、足を踏み入れますが。森田、僕は一足先に研究所ブロックに行くよ。僕の部屋が用意されているんだ。後で来てくれよ。待ってるからね。はい。森田はジンと別れて去っていった。もうこれでサイドキャラっていうか NPC はいなくなっちゃいましたね。ということでね、サテライトベース、無事に到着しましたけれども、まあ、とりあえず今回はここでセーブして、終了しようと思います。セーブ。うん、こんな感じかな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。